皆様こんにちは。どうもお世話になります。つながってますでしょうか。はい、それでは早速、本日も、はい、2023年の7月の暦読みライブを、始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、でですね、この番組が初めての方もいらっしゃいますので、はじめまして。はい、なので、まず番組の簡単なご説明を、させていただいた後に、この先も進めさせていただきたいと思います。お願いします。この番組は、基本事前にいただいたご質問、それとメインはライブをしている間に、こちらのチャットに入れていただいたご質問、それをに対して暦の内容であったり、まあ、九星という方位の、内容であったり、そういう質問であったり、あとはまあ私たちに普通に世間話をしていただいているような、チャットに対してこれをリアルタイムにやり取りをして、時間を過ごしていくというような内容になっております。でそれにお答えするのが、西企画の西俊久さんになります。はい、自己紹介の方をお願いいたします。運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。有限会社西企画西俊久です。最近一番ハマった漫画は早々のフリーレン。この後アニメ化決定、どうぞよろしくお願いいたします。フリーレン、早々のフリーレン、早々のフリーレン、はい、なかなか話題の漫画でございます。大人が好きになるやつ。ちょっと難しいやつ。難しいやつ。なるほど、ね、ドラマ、人間ドラマ的ファンタジー世界。なるほど、うん、ちょっと後ほど調べてみる。きっとアマプラでもやるはずなんで、いつか縁があったらぜひ。はい、そして御社は。はい、私はこの番組で、ジュニア先生のパーソナリティとして役割をしております、佐藤秀光と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、はい、早速、もうすでに、10人の方に、多く、ご視聴いただけているということでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあチャットに一つ入っておりますので、はい、まずそちら読み上げさせていただきます。はい、和子今村さん、先ほど帰宅 したのでご飯を食べながら参加させていただきます。ありがとうございます。お疲れ様でございました。ぜひゆっくりと、お時間を過ごしていただければと思います。はい、
で、このようにですね、チャットの方にいろいろと入れていただきましたら、私たち必ず、その内容を拾って一緒にお話をさせていただきますので、遠慮なく入れていただければと思います。お待ちしてます。はい、では早速ですね、はい、毎月毎月の、まあやることの一つとして、進めさせていただきますので、まずは今月の運勢ということで、ジュニア先生お願いいたします。はい、有機暦2023をお持ちの方は123ページ124ページ開いていただくと、そこに2023年7月の運勢が見つかります。こちらをテキスト代わりにお話を進めていきたいと思います。ポイントが3つです。1つ目が超休息、2つ目が土曜、3つ目が来年の予兆。それぞれ暦の中に書いてある情報なんですが、超休息は7月の月のすぐ右側、左上のところですね、 見開きで言うと、そちらに超休息というキーワードが見つかります。その意味は1年の中で最も大きく運が沈む時でございます。これ1つ目。2つ目が土曜なんですが、土曜という言葉を使うと少し耳なじみがない方もいらっしゃるかもしれないですが、季節の変わり目のお話です。季節の変わり目の定義は、立春、立夏、立秋、立冬の前です。いきなり立春になる、いきなり立夏になる、今度は8月の8日にいきなり立春になって、パタッて01で秋になるんじゃなくて、その前に季節の変わり目という5番目の季節がやってきます。これが土曜と名前を付けられた、まあ、土曜なんて覚えなくてもいいです。季節の変わり目が来ます。で、この季節の変わり目は運が不安定になりますので、どちらかといえばイメージはネガティブ、気をつけて、慎重に、おとなしくねって言いたいので、暦の上ではグレーに塗りつぶして土曜感を演出しております。それが7月の20日、細かい話をすると7月の20日朝の7時25分から土曜が始まって、立秋が来た瞬間に土曜が終わります。その立秋が来るのが8月の8日早朝3時25分です。ここで立秋が来ますので、はい、秋が来ました、季節の変わり目終了。この期間グレーゾーンになりますので、皆さん気をつけてくださいねが、この後ご紹介する7月の運勢の2つ目のキーワードになります。3つ目が来年の予兆。これは124ページの上にメモスペースがあるんですが、このメモスペースのところにさりげなく来年の予兆って書いてあります。全員共通の運勢になりますので、個別じゃないから共通の部分にポンってあらかじめ書いておけちゃったんですが、この来年の予兆というのは2024年に向かった流れがもう7月の7日から始まりますよ、アンテナを立てると、これが来年の縁か、これもしかしたら来年の課題になるかも、あ、ここ来年の健康として気をつけなくちゃならないかもね、なんていう出来事がピンピンとそのアンテナに引っかかってくるというのが7月からになります。これ3つ目のキーワードになります。これをこううまいこと複合的に読み解いていくと、123ページの上に書いてあるような成長というキーワードの運勢が完成します。書いてあるものに関しては読んどいてくださいで済ませたいと思います。書いてない部分をご紹介すると、超休息の運勢においては健康運が1年の中で最も低下します。特に土曜が始まってからは皆さん心身の調子要注意でございます。無理は禁物、もう1ヶ月間丸々バカンスで過ごすわけにはいかないでしょうが、健康運お気をつけください。ただ問題なのが、普段
ウィークデーは寝坊するくせに土日になると急に早起きするタイプの僕のような人っていらっしゃいます？この中に。休みの日になると急に元気になっちゃう人、授業中は眠いのに休み時間が始まるとパッと起きられる人、あのタイプの人にとってみれば超急速に入った途端に覚醒するっていうタイプの人もいらっしゃいます。その方注意が必要です。特に超急速が始まって土曜に突入してからの覚醒モードはだいぶ運が乱れてしまい、結果8月の停滞につながってしまう、夏バテにつながってしまうのでお気をつけください。次に土曜中なんですが、今回の土曜は出会い頭の衝突であるとか、口は災いのもとであるとか、その始めはいいんだけど終わりの方までエネルギーが続かないなどの、とにかくこうバタ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 わってなってバタバタシュンってしちゃうという感じのトラブルがいっぱいやってきそうです。特にお疲れモードの方は7月の20日から8月の7日までの期間、とにかく穏やかに慎重に自分に優しく他人にも優しくっていうスケジューリング組みたいです。そう考えると、いやどうしてもバタバタしてしまうする必要がある、せねばならないということであるならば、7月19日までにどれだけ上手にバタバタできるか、なりに任せて20日21日22日になっちゃうよりは、季節の変わり目が始まる前の19日までにあれやっとこ、この人に会わなきゃ、一言物申すみたいな感じの土曜前マネージメントをしっかりしていただけると、少なくとも土曜に入ってからそのバタバタ一つは減るわけですから。7月の20日以降どう注意して過ごすかじゃなくて、19日までにどうやって土曜前の日々を有効活用するか考えられると良いです。最後に来年の予兆が始まります。7月の7日、今日でもない明日でもない明後日から、明後日の夕方17時35分少々から、これ今日ご紹介する中では一番運勢っぽい占いっぽいお話なんですが、来年の縁が、来年の課題が、来年の注意事項が出来事として小規模でもう見せられ始めます。目に映るもの、手に触れることが未来になってくるというのが2023年7月です。とはいえここで未来が起こってるのにこっちばっかり見てしまったり、今まさに未来が目の前で起こってるのにめちゃくちゃ忙しくってそこに焦点が合わなかったりすると見逃しっていうのは出てきてしまいます。というわけで7月の予兆を築く上でのアンテナを3つだけご紹介すると、1つ目が新規です。新規はこれ未知と言い換えても OK です。2つ目がさらなる成長です。もう年だからとか、もうこれ以上出世できないとか、ああもうそういうのノーサンキュー、私はアナログ人間で生きていきます、ハイテクは無縁なんで苦手なんでみたいな感じじゃなくって、そこからさらなる成長を目指した時にどんな本を読んだり、どんな人と付き合ったり、どんな場所に行けばいいですかというこの成長がキーワードになるので、成長アンテナを立てていた人はしっかりと、あこれ来年の課題だ、うわここは来年この人に気をつけなきゃみたいなのが見えてくるはずです。3つ目の来年度のアンテナが伝達のコミュニケーションではないです。知らせること、知ってもらうこと、知ったって相手に言わせること、聞いてないよとは言わせないこと、伝達、そうインタラクティブな相互コミュニケーションではなくて、明確に意思を示す、自分の本音を打ち明ける、我が社はここにありと告知をする、伝達という伝えるのがキーワードになってくるので、この部分が
自分にとっての伝達すべきものは何だろう、自分にとっての伝達ツールは何だろう、自分にとってこれを伝えなくちゃならない相手は誰だろうというアンテナを立てて1年過ごしていただけると来年度の運、予兆を見抜きやすいと思います。あくまでこれは予兆になりますので、本番は2024年2月の4日立春から、でもその前にもう運のグラデーションは来年に向かって動き始める、その最初の月が7月となります。とはいえ小規模なんで、しっかりアンテナを立てないと予兆を見逃してしまうこともありますよ、なんていう時に今ご紹介した3つは分かりやすいアンテナになるはずです。現場からは以上となります。はい、ありがとうございます。来月というのは、はい、3つのポイントがあって、はい、超休息ということで、うん、しっかりと体を休める、はい、心を休める、はい、そういったことが意識して必要になりますよということと、はい、土用という季節の変わり目があります、はい、その土用というのは今回の土用はバタバタしそうなので、はい、その辺のところを、はい、しっかりと、まあ、心に、うん、予防として入れておけば、はい、ということですね。で、はい、それをするのは19日までに、はい、もし何かその土曜中にやろうとするんであれば、うん、前倒しで19日までにして、はいはい、遅らせることができるんであれば、うん、8月の、8日以降、はい、ということを意識しましょうということ、はい、で3つ目が2024年の予兆というのが出てきて、はいはい、2024年の予兆を感じられる内容としては、うんうん、新規もしくは未知というものと、うんうんうん、成長というもの、うんうん、それと、伝達ですね、うん、この3つというものを、何かしら感じるのであれば、それは来年からの、はい、来年への、うん、このメッセージだと思って、はいはい、本格的なのは2月の4日の立春から、はい、でも、うん、それまで、何かしら感じたことは大切なこととして見えてくる、うんはい、それが7月から何か始まりが出てきそうだということですね、はいはい、この3つ、はいを意識してじゃあ過ごせばよろしいんでしょうか。おっしゃる通りでございます。はい、かしこまりました、はい、では皆様も来月、あ、今月か、はい、今月、うん、土曜がありますね、うん、あります。季節の変わり目、はい、もう、うん、秋になった。そうなんですよ、ね、半年が完全に終わって、暦の上では秋になる、うん、前の、うん、要は暑い夏から、うん、実りの秋に、はい、なるその間ということで、バタバタしないようにということですね。おっしゃる通り、はい、穏やかに過ごせると8月がだいぶ楽になってくるはずです、うん、了解です、うん、はい、そういう形で過ごしていきたいと思います、はい、もし質問とかある場合にはこちらのチャットの方に入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、はい、コメントが、少し入っておりますので、はい、お願いします。読み上げさせてもらいます。セブンジーナオエスタさん、こんばんは、こんばんは、6月はまさに超繁忙でした、うん、7月は休みたいです、うん、ということですね。休みましょう、僕も休みます7月は。あ、さっき言ってましたね、うんうん、なんか言ってました僕、うん、ウィークデーに寝坊して、うんはい、休みの日にギンギンギラギラになっちゃう人は、うん、この 超休息の時には、うん、注意が必要ということですね。本当に調子に乗ります。要は無理しちゃうってことですか。調子が良くない。あ、まあ、要は休息しなきゃいけない時に、うん、こう調子が良くなり、逆に言えば超繁忙という忙しくならなきゃいけない時に疲れが出てきちゃったり、うん、しがちってことですね。はい、はい、でも何なんですかね、あの心理って。休み時間になると急に仕事始めるやつとか言ったりとか、うん、あと腹減った腹減ったって言ってたくせにご飯ですよって言っても全然来ないやつとか、うん、あれがですね、よくある運勢なんです、うん、それは、うん、子供の頃は全然勉強しなかったくせに、うん、勉強する暇がない大人になってから急に勉強せざるを得なくなるやつとか、全部僕のことなしなんですけど、うん、ねその、うん、あのズレがね、本当に運としてはあまりよろしくない。なるほどね。本当はみんな一生懸命働いてる時にはサボんないで、自分も一生懸命働いて、みんなが寝静まる頃には自分もちゃんと寝るっていうのが良かったりするんですが、それできない人はきっと皆さん、セブンジーナオエスタさんも含めて僕も含めて、休めない理由とか休みたくない心情みたいな、自分自身が休みの一番の敵になってしまうので、もう気合い入れて休んでいきましょう。
まあ、注意が必要ということですね。自然とそうなっちゃう人は注意が必要ということで、うんはいうん、なるほど、うんじゃあセブンジーの噂さん、まあ、ちょうど超繁忙が繁忙だったということなので、うん4月はしっかりと休んでいただきたいと、うん、頑張り続けちゃダメです。はい、うんここでですね一つ、はいはい皆様お気づきになられるかと思うんですが、うんまあ、毎回見ていただいている方はお気づきになられるかと思うんですが、うんどうもこの近7月からですね、うん、何かがこの変わってますね、この YouTube ライブで、うんうんうん、何でしょう、お気づきは何でしょう、うんうん私は変わってないです、うん、私は変わってないです。ジュニア先生にいただいた帽子、ジュニア先生が、指定したシャツ、これは変わってないですね、うん、なんか変わってます。あ、どうしたんですか、これ蝶ネクタイ、これ今まで蝶ネクタイがあったわけではないです、今月からですよね、今日からです。あ、今日からはい、あの今年の、うん、あ、昨日ね、だから、あ、そう、それあれですね、説明してください、はい、まず今年のラッキーアイテムの中に、うん、四つ葉のクローバーっていう、四つ葉のクローバー、あともう一つ、蝶々、バタフライ、ここにバタフライがあるんですね、はい、で、探してみたら見つけました、四つの羽の蝶ネクタイっていうのがあります。普通、帽帯って言って帽、レインボーの帽、蝶ネクタイってまっすぐなんですよね。へー、これ4つ羽がついてる蝶ネクタイ、その存在自分で見つけたんじゃなくて教えていただいたんですけど、あのね、なんか今日さりげなくつい今までですよ、一切気づいてたんですけど、あの気づかないふりをしてたんです。今日からでございます、ね、これね変わってますね。今年のラッキーアイテムとしてしばらくはこれで押したいと思います。なんで今日だったんですか。木のエネゴでございます。しかも超繁忙の木のエネ、うん、今年度最も大きく運が動く月の木のエネというところで1ヶ月半寝かせていました、購入してから。じゃあこれから蝶ネクタイでいく、はい、今年は、はい、はい、じゃあちなみに佐藤さん、もう一つ、うん、いつもと違う点があるんですけど、帽子一緒です。わからないです。サスペンダーを新しくしました。あ、新しいサスペンダー、新しいサスペンダー、あれ今までサスペンダーしてましたよね。知ってた。それはね、一、うん、本のやつだったのが、うんうん、新しく二股に分かれているタイプのサスペンダーを購入しまして1ヶ月半寝かせました。今日を狙って。いやね、毎回私もね、うん、尊敬するんですけど、おしゃれですよね。でもこれも、うん、あのどちらかといえば自分の好みというよりは、今年長いものが縁起物というところで、うん、長いものを購入しまして、しばらくはこれ。なるほどね。じゃ あのこのサスペンダーと蝶ネクタイ、ちょうど4つの羽があるんですね、はい、これで今年、この7月以降、はい、また YouTube ライブで、はい、はい、ということでちょっと変わったところがございます。ありがとうございます。7月はゆっくり休んでください。はい、ありがとうございます。こんだけ頑張ったら休めます。そうでって、はい、続きまして、はい、上村奈美さん、はい、こんばんは、楽しみにしていました。ありがとうございます。してましたよ、うん、あ、してました、うん、よろしくお願いしますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきっぺさん、はい、先生こんばんは。こんばんは。深川です。おお、深川さん、はい、今年は人生が目まぐるしく変わっています、うんうんうん、しっかり休んで、うん、来年に向けてどんどん成長して、うん、ますます楽しく過ごします、うん、聞いてないとは言わせない。そう、伝達のね、うん、ちなみに僕の知ってる深川さんだったとしたならば、うん、去年も一昨年も波乱万丈って知ってた気がするんですけど。ああ、そうなんですね。でも今年は今年で大変ですよね。わかります。7月は休みましょうということで、うん、聞いてないとは言わせないっていう、これはジュニア先生の決まり文句、うん、ではない。あのね、伝達というキーワードが出た時に、聞いてないとは言わせないだよっていうのはもうワンセットです。伝達とは何か、言ったよじゃねえからな、聞いてないって相手に言わせないことが伝達だからなって言ってます。なるほど、なるほど、うん、ということでございます。続きまして、和子今村さん、はい、ジュニア先生、その蝶ネクタイ、今朝のスタンド FM でお話しされていたものですね、うん、素敵です、ということです。ありがとうございます、はい、僕もずっと購入してから
ずっと袋に入れっぱなしだったんで、久しぶりに見て、つけたのは今が初めてです。あ、うん、よくお似合いですよ。ありがとうございます。続きまして、うん、セブンジー直久さん、はい、ありがとうございました、うん、気合い入れて休むぞということですね、うん、気合い入れないと休めねえからなっていうのが小読みのメッセージです。本当にもう全部休みで塗りつぶすことができない以上、確保した休みは誰にも邪魔されないぐらいの気合が必要だと思います。ぜひじゃあ気合い入れて休んでください、うん、はい。コメントの方がここで一旦止まってますので、はい、コメントは随時随時受け付けておりますので、うん、はい、お待ちしてます。お待ちしております。では、次はですね、はい、昨日、おとといから、うん、あ、7月3日、4日ですよね、はい、ね、我々、うん、この繁忙月、6月ということで、マジか、あれって昨日の出来事、おとといの出来事だったんですか。昨日帰ってきたんですか。あ、遠い昔のようです、うん、はい、基地包囲旅行に行ってまいりました、はい、それのですね、うん、こんなことがあったよ、あんなことがあったよって、まあ、基地包囲の、うん、お話をちょっと入れさせていただきたいなと思います、はい、ではですね、宇都宮基地包囲ツーリングレポートです、ね、はい、こちら今スライドショーみたいなのが出てきますので、うんうんうん、まず待ち合わせは大ママという、はい、大ママ町でしたっけ、うんうんうん、そちらでしたよね、うん、でここで、お互い待ち合わせを同じ場所でしてるのに、うん、距離的に 100m 違うところにいたと、早速出会えないっていうね、うん、そうです、うんうん、でそこから那須のうなぎ店に向けて行って、はい、これ途中休憩の図ですね、はいはい、これ天気よくて、山の中をね、うん、佐藤さんはアブに追われながらね、はい、もう多分ねきっと前と思うんですけど、アブは私のことが好きなんです、うん、本当に、はい、よく好かれます。で、休憩で竜王峡パーキングエリアって、うん、これ電車がありましたよね、うんうん、いや、それ鬼怒川のちょい先ぐらいかな、ね、うん、そうそう、うん、まあ、川路のちょい先ですね、うんうんうん、でその後講座の時間を考慮して、うん、急遽宿に戻ると。そう、これね、一言で言うと今回の旅何一つ予定通りに進まずっていう旅でしたね、うん、はい、でこれはもうちょうど戻る時のあれですね、うん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 、で宿への途中で見つけた蕎麦屋で、うん、昼食を食べたんですが、うん、そこはたまたま湯葉が食えたんですね、うん、美味しかった。これ美味しかったです。あの今年今月の麺類強化月間のノルマ、うん、ここで達成、はい、これ、うん、本当美味しかったです。手打ちも美味しかった、うん、まだお店の人もいい人だったんですね、はい、うん、宿に到着をした時に、はい、まあ、駐車場が平置きだったんで、はい、ここにですねバイク2台を止めさせていただいて、はい、夕食へ旅立つと、はい、で、その前に講座があったんですが、まあ、夕食へ旅立ちまして、はいはい、私レモンサワー、レモンサワー、これ、はい、そうなんですよ、これうまかったですね、うん、はい、でこれジュニア先生常に写真撮ってました。そう、はい、今回の旅のテーマはとにかく誰かを枠に入れて撮る、風景なんか撮ったって意味がないんだ、もうかすって私がいますよね、うん、います、はい、います、はい、あー、はい、最後の締めの肉丼、これうまかったですね、うまかった肉丼です、うん、栃木牛って言ったかな、はい、で翌日宇都宮の二荒瀬神社に行ったんですが、うん、はい、ここで水を見つけたんですよね。いいお水でした。蛇口をひねったら龍の口からしっかりと綺麗で冷たいお水が出てくるっていう、うん、水質検査もされていました。なるほど、うん、でここで、まあ、参拝をさせていただいて、うん、喉が渇いたということで、暑すぎた、うん、この日は暑すぎました。だから参拝後はここでちょっと休憩しながらドリンクを飲みまして、はい、はい、この二荒山神社の、まあ、すごい綺麗な神社でしたね、うん、迫力がありましたね、うん、うん、さすがあのというこのなんちゅう階段もね、うん、私たちは上から来ましたけどね、うん、駐車場がね、はい、そうだったんですよね、うん、そうなんです、そうなんですよ。非常にですね、このいい天気というか暑い天気の中で、暑かったですね、はい、させていただきました、うん、まあ、これはあの一の鳥居ですけどね、一の鳥居です、うん、で、到着希望時間があったので、はい、よし、じゃあもうパーキングエリアでご飯食べましょうっていう話で、私は佐野ラーメン、ジュニア先生は、僕は豚ニラ玉丼、栃木の名産がニラだということで豚ニラ玉丼にしました。でニラも長いと、ニラも長かった、ニラも長いということで、うん、これで、うん、まあ、すごい短いんですけど、はい、まあ、要はバイクに乗ってる間は、うん、
写真が撮れない、うん、ということで、うん、非常にですね、うん、短い内容にはなりましたが、うん、これが我々の七方位旅行のレポートになりましたけど、はい、どうでしたか今回のポイントとして、うんうん、先ほど言ってました当初の予定通りには一切行かなかった、まあ、こんなに予定通り行かないもんかねっていうぐらい予定通りに行ってないですね、うん、なるほど。で、まあ、我々だから、ね、七方位旅行というところもあり、うん、笑い話にはなりますが、本来であるならばトラブルと言っていいぐらいのことも、佐藤さんと別れた後にもまだいろいろ起こるみたいなね。ああそうですね、ありましたありました。本当に多分普通の人がここにもう一人加わって一緒に旅行したら、うん、もう我々と一緒に旅はしたくないっていうふうに言われても、まあ、そうですね、事前に決めてた店には一個も行ってないですもんね。一つも行ってない、うん、事前に行ったルートも行ってないな。行ってない、行ってないですね、うん、で事前に計画していた宿の過ごし方もできてないし、うん、ね、であれですからね、うん、散々苦労して山道を通って行って、うん、通常であるならばそこがメインになってもおかしくないぐらいの、古峰神社と日光の神社、はい、全スルー、うん、そうですね、古峰神社も前通っただけですよね、うん、そうで、なぜならば我々にはうなぎがあるから、うん、うなぎを食べに今回は行きましょうって言って、うん、どん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 那須塩原を目指して行ったうなぎ屋にも行ってないっていう、そう途中で、うん、これそもそもちょっと間に合うんじゃないですかって話になり、途中で引き返すっていう、うん、勇気ある撤退をするわけですよね。そう、うん、結果的にだってギリギリでしたもんね。結果ギリギリです、うん、10分15分前ぐらいの到着ですかね、うん、そうですね、そうですね、うん、ちなみによ3時チェックインの4時お話し会だったんで、うんうん、1時間15分前に現地到着っていう、そうそうそう、うん、だからまああそこは引かせてよかったですね。よかったです、うん、だってあの時の我々の状態はもうあの時もあの時点で僕も自分から異臭が漂ってます。あ、汗だね。汗、うん、で、ほら、汗がめっちゃ出て、その後、我々爽やかな風を浴びて、日差しとともに乾くじゃないですか。あれがまたね、ぐっと住めるになりまして、これは講座に行けないっていうんで、ね、ちゃんとシャワー浴びて、着替えて、おかげさまで行くことができました。はい、なるほど。うん、で、印象深い何か出来事ってありました、うん、ジュニア先生の目から見て。僕、最初はそれこそ無計画に行った旅の割には、うん、食べたもの全部美味しかったし、ああ口に入れたもので美味しくなかったもの、ナイス、そう、途中で買った缶コーヒーも含めて、うん、全部美味しかったですし、だってもう蕎麦屋の水が、うん、もうミネラルウォーターかっていうぐらいうまかったです。美味しかったですよね、まあ、水だけじゃないですけどね、蕎麦も美味しかったです、うん、気持ちよくついてくれますしね、うん、それに道も、うん、それこそ途中からはじゃあ佐藤さんよろしくお願いします前にって言って、佐藤さんノープランじゃないですか、僕が プランを組んでるから、うんうん、もうちょっと佐藤さん道分かんなくなったら前行ってくださいってなってからの選ばれた道も、うん、ああね、Google 先生が連れてくれるからいい道でしたよね。すごく僕は、うん、佐藤さんもちらちら右の、うん、田んぼと森の、うんうん、よかったよかった。なんかあれ猫バスのなんか看板あったでしょ、だからあれこれ猫バスの場所なのかなってすごいそんな雰囲気だったんですよね。もういいところでしたよ、本当だからあれもう本当にすごい印象深くて、うんうんうん、時間さえなければ、うん、僕あそこ一個道入って、うん、森の中行ってもいいぐらいに思ってたぐらいもうとにかく良かったんですが、珍しいですよね、森ですよね、あれ低さはね、ね、山じゃなくて森でしたよね、うん、富岡にも、うん、秩父にもあんまないような山、うんうんうん、あれはで空も良かったし、うん、バイクも絶好調で信号もないし、うん、前に車もいなくて、うん、すごい良かったんですが、結果今印象に残ってるのが、うん、佐藤さんと別れた後に、うん、バイクの、電気系統がいかれて、うん、トラブル、うん、まだあそこ別れたのが伊勢崎なんですけども、うん、ここから
富岡までまだ1時間半以上の工程があるっていうところでバイクがうんともすんとも言わなくなるっていう、あそこで僕の印象的なね基地方位旅行は完成したと思います。なるほどなるほど。まあでもね、あの過去最も予定全なしって感じ、全一つもないです、時間も場所も道も一つも予定通り、だってジャズバーも行かなかったですよね。あまりにも予定通り行かなすぎて忘れてました、夜夕飯食った、たまたま行った場所がね、これが多分我々の王道の見つけ方なんだと思うんですけど、なんとなくありそうなところに行って、結局店があんまりないですね、ジュニア先生が調べるわけですよ、そうすると Google とかそれの評価を見て、評価なんか口コミ良さそうですよ、であとは私がもうわがままに、じゃあそこでって言って入って、でもねあれも、あのとりあえず行ってみますかにはなったものの、そのお店を目の前にした時の雷混じりの土砂降りがあったから、あれ後押しでしたね。でもあそこ、30メートルぐらいですもんね、もう横断歩道渡って、横断歩道渡ってすぐですからね。だからあそこでめっちゃ雨が降ってきて、でめちゃくちゃうまかったんで、お酒もうまかったんで、肉に始まり肉度もあったんですね、ちなみにもうこの YouTube でもお話しした通り、今回の旅のテーマはジャズバーだったんですか。でジャズバーとうなぎですか。そうジャズバーとうなぎなんですけど、ジャズバーも行かず、うなぎも食べず、ということでしたんで、もう本当に基地方位旅行っぽい基地方位旅行をさせていただきました、で二荒井さん神社、宇都宮の二荒井さん神社、様の中、境内の中にあった水、あれ結構驚かれてましたけど、明神の水、あのもともとリサーチ済みだったんですか。いや、たまたまですけど、まずはそもそも二荒山神社、宇都宮二荒山神社に行きたいとは思ってたものの、行ったことは一度もなかった。なるほどなるほど。で、行ったところで多分あれ正面から行ってたら、なかなか知らなかったかもしれない。我々はバイクだったから裏の駐車場から入ったんですよね、その結果一番最初に目に入ってくるのがあの日陰にあったお水で、美味しい水でした。あの飲みましたけど、美味しい水でしたね。でしっかり水質検査もしてあって、念のためご家庭で飲む時には煮沸してくださいって書いてあったんですけど、我々気にせず飲んじゃって、本当に美味しかったです。美味しかった。あんだけ暑い中でも、で、あの、暑さの中で、あの石段を正面にしたら、結構な汗だくの状態で行ってたんだと思うんですけど、ちょうどたまたまね駐車場ってちょっと登るんですよね。で、そこから入ってるから全然登らないで、下って、まあ最終的には登ってきましたけど、あれもね確かに、確かにたまたま良かったノープランです、でもあの宇都宮のね二荒山神社の方は県庁側じゃないですか、やっぱりねすごかったですね、街の作りがすごい、あとそれで思い出しましたが、ナビに従って行ってるのに、一発目では駐車場にたどり着かないで、もう一周させられるっていうのもぽかったです。でも一周ね、見てあの大体の全体像が見てきた、ぐるりね一周しましたから ね、あれよかった。あとそれ言ったら、ガソリンスタンドを探して、帰り道走ったにもかかわらず、見つからずに2人ともギリッギリのガスの状態で、伊勢崎で降りる、ただもともと伊勢崎でね降りる予定だったんで、でもねあの最近思うんですよ、なくなりましたねガソリンスタンドって。そうですよね、高速の入り口の前ってなんか、昔は必ずあったけど、なかったですね。もう本当にそういう意味ではいろいろあったんだけれども、一番インパクトが僕の場合でかかったのが、あのバイクが動かなくなる、最後ね、ちなみに佐藤さんは一番一個いろいろありましたら、肉かな、肉、ああじゃあ肉と言ってもレバ刺し、牛レバ刺し、そう、おかわりしてましたもん、うまかった。僕15年ぶりです、量はすごい少ないんですよ、でもいい
ものを出していただいてて、うん、だから翌日胃にも持たれずに、うん、肉で、うん、あの満足できたのが、うん、あと肉焼酎っていうね、うん、あの肉あのそこのお店のオリジナルの焼酎っていうやつ、ね、そうそうそう、で焼酎でやったら肉ハイボールっていう、うんうん、あれがね、うん、肉ハイボール濃いめね、うん、カクテルの街だなと思いましたそうですね、それが印象深いかな、うんうん、一番何でしょう、一番ヒットしたかな。いや、よかったですよね、うん、実際盛り上がりましたもんね、もう、うん、そう、うん、レモンサワーもうまかったし、うん、確かに私レモンサワーなんて店であんま飲むことないですけど、うん、レモンサワーだって私3杯ぐらいいってましたね、うん、まあ、正確に言うとレモンサワーをチェイサーにしながらメガハイボールをいった、だから佐藤さんの前には常に薄め1つ3つある、そうそう、でこっちが薄めチェイサーですからね、こっちが濃いめ、しかもここに置いてきてもらってからまだまだ足そうとするっていうお店の人がね対応してくださいますからね、そうそうそう、 もしあの濃くしてほしい、うん、あの濃い方が良ければ、うん、今からでも言っていただければなって言われてね、うんうん、そういえばチェイサーがレモンサワーなんですね、うんうん、あれは本当にすごかったです、うん、いや非常に楽しかったです、ね、いいお店でしたね、はい、うん、ということで我々の、うん、我々の吉方位、あのこの1年間を通じて今年の、うんうん、最その方位の効能が強まる6月の吉方位旅行のレポートになりましたが、皆さんも結構行かれた方もいらっしゃると思いますんで、きっといい思い出を作られたのかなと、うん、まあその時に起きたこと全てがね、あの何でもいい思い出ですからね、本当に、うん、しかも吉方位旅行だと思って遠回りであるとか予定通り行かない、あとはバイクの故障、うん、もう全部笑い話にできると、今はねまだあの押し掛けの筋肉痛が残ってるんですけど、あとあの時の心臓止まりそうこの炎天下でかっていうちょっと心臓が止まりそうになった思い出あるものの、本当に5年後10年後になるとめっちゃいい、そんなことしか覚えてないぐらいいい思い出になるんで、皆さんも大いにトラブルを楽しんでいただけるような基地方位になることをお祈りしてレポートを終わりにさせていただきます、はいはい、あ、1個だけ言わせました、うん、あの高速乗ってて、うん、私はあのリザーブに入れないともうあのだからもうそ、そうそう、でリザーブにこう走りながら入れた時に、うん、リザーブって素晴らしいなと思ったね、え、うん、あの機能は、うん、そう、あのすごいの、うん、でそのまま、そのまま持ちましたから、うんうん、でね、バイクはね、燃費がいいからね、リザーブで1リットル、2リットル残ってればね、2リットル残ってたら40キロは確実に走れる、うんうん、これはね、いい機能を知りましたね、ありがたいお話でございました、うん、でもそこまでいかないんですけどね、本当は ね、うんね、うん、でも良かったです、良かったっす、ありがとうございます、うん、はい、ということで私たちの、宇都宮吉方位レポートを終了させていただきました、無事に今年も行かせていただきました、はい、ありがとうございました。ではあのコメントの方ちょっと読み上げます、はい、桜もちもちさん、はい、こんばんは、間に合いました、今日は新しい帽子を下ろして、うん、茶そばを食べてきました、お緑×麺です、はい、さすがでございます、うん、ちなみに今日の小読みに書いてあるのラッキーフードは天ぷらそばなんです、ね、なるほど、天ぷらがついてなくてもあとはうどんだったりしても、うん、麺類でございます、今日のラッキーフードは素晴らしい、はい、ということでちょっと一回コメントが止まってるので、はい、また、引き続きコメントの方に入れていただければと思うんですが、待ちしてます、事前にいただいているご質問、はい、本日は一つだけです、はい、でこのご質問に対してお答えをさせていただいている間にも入れていただければ結構ですし、はい、まずはそちらの方をさせていただきたいと思います、お願いします、ご質問1、みーたんさん、夫が八白土星、はい、妻が九紫火星の夫婦、はい、子供が生まれて収納スペース確保のため、うんうん、2箇所のリフォームを考えています、はい、一つは木刀、うん、今年は七石が回っているので良いと思いますが、うんうんうん、もう一箇所が北西になります、うん、北西は五王が回っています、はい、北西は扉をつける程度の小規模リフォーム、うん、できれば
時間と費用の関係で一度で済ませたいと思います、うん、分けることも考えたのですが、うん、今年北東をやり、うん、3年先中央一泊、うん、北西が時刻、うん、これだと台中が休止になります、うん、今年豪雨でするよりは良いのでしょうか、うん、その時私九州は何か対処法がありますか、うん、ということなんですね。一言で要するに方位が気になってリフォーム迷ってる、そういうご相談だと思うんです、はい、なのいろいろなこうでこうでこうだから方位のことが気になってますという詳細な今説明をして質問の中に入れてくださいましたが、要は方位が悪いんだどうしたらいいというお話なんですが、その中でちょっと気になったのがですね、運のことは方位で気にしてる、それに対していや実は現実面のことを考えると運の話じゃないんだ、それ切り分けて運は方位のことだ、そっちが今日なんだけど現実的なことを考えるとお金であるとか手間の面からも一緒にやっちゃうのがいいんだけどねというご質問の中にあったじゃないですか、自分が、うん、ありました。それも運ですからねっていうところを言いたいです、うん、まあ、要はそういう普通の方位のことも考えるのももちろんそうですけど、それも大切、確かに大切、でもそれをするにあたって、うん、まあ、効率的であるとかコストとか効率で目的、理由があるっていうのも運だということですね、そうなんです、はい、そこは運とは関係ないから判断材料にしようかどうか迷ってて、ところで質問は方位の話なんですだとしたらそれはとんだ誤解でございます。なんならその方位の問題と収容スペースを確保したいという切実な現実的必要性の問題、そして自分のコストの問題、手間の問題なども同じぐらい方位と同じぐらい運に関わります。で、そうなった時にポンと気持ちよく返せるのが、いっぺんにやってしまうことでめっちゃ便利になる、しかも割と多くのコストを削減できる、しかも気持ちよくそれで一つリフォームという課題がなくなるわけですから、それで気持ちよく生活、自分自身の気も楽に生活することができる、これがすごく多くのメリットがありますって即決してもらえる、即答してもらえるようであるならばもういっぺんにやっちゃう方がいいですって言います。なるほど。ところが一方でですよ、別にそんな急がなくても扉1個つける程度後回しにしちゃってもいいし、ぶっちゃけぶっちゃけだよ、収納スペースそんな漁ってはいない、まだ子供のもの程度であるならばまだ全然余裕はある、あるっちゃある、将来的には難しい、でも今はまだ大丈夫みたいな、今いっぺんにやったところでそこまでのメリットを十分確保することができないっていうことであるならば、あ、じゃあ段階的に行ってもいいじゃないですかっていう風になるので、こっから先はねもうそのご自身の状況によってケースバイケースなんです。でここで僕が明確にこうですって断言できるのは、今ご自身があんまり運とは紐づけていない現実的な利便性コストの面も方位の吉凶と同じぐらい仮想額や運勢額に関わってくる判断材料になる、ここを考慮していただければ、あとはご自身の判断で大丈夫です、ここまでです、僕がお伝えできる。なるほど。要はやる必然性があるのであればそれはもう十分優先すべき運であると、はい、うん、でもそういうのが なかったり無理やりそれを合わせるようであれば、はい、それは、また違う見方、段階的にやっていくのもいいんじゃないかと。そうなんです、うん、だってもう単純に考えて一回運の知識抜いちゃっても、うん、収納が足りないという不便な家、住環境、そしてあるべきところに扉がないという不便な住環境って、まあ、明らかに運が悪いじゃないですか。仮想額の話とかじゃないです、うん、もうその1日その家に泊まるだけだったら別に不便じゃないですけど、継続的に今日も明日も5年後も10年後もその家に生活する、この時点でもうお先真っ暗とまでは言いませんが未来の停滞は目に見えてるじゃないですか。でそれを改善しましょうっていうのがリフォームなわけですよね。でそれが改善できることが吉仮想であったりとか幸運ですよね。それを邪魔するのが今方位のことが気になっていらっしゃるんですが、
それ邪魔されたところで間違いなく方位が悪かったとしても収納が足されたら絶対それ方位を犯して確保した収納や扉はすぐに壊れたり逆に悪影響を及ぼすってことないんだ。それは方位学以外の、まあ、仮想学であるとか生活動線であるとかで決まることなので、そこはあんまりそう不安に思ってもらわずに、ちゃんとバランス判断材料をちゃんと並べて冷静に判断しながら決めてもらうんで大丈夫だと思います。ということで、あの一度ですね、あのミータンさん、あの今の言葉を受けて、うん、もう一度考えていただいた結果、うん、じゃあどうするのかご自身の判断で、はい、大丈夫だということですね。そこからはケースバイケースになります。はい、ということでございます。ぜひあの覚えておいてください。はい、それでは、コメントの方行きます。はい、お願いします。ロミ01293、ジュニア先生、佐藤先生、こんばんは。こんばんはでございます。ギリギリ間に合いました。よかったです。はい、よかったです。ありがとうございます、うん、本日もよろしくお願いしますということです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、はい、コメントの方が一旦ここで終わってます、はい、で質問の方も事前の質問の方も終わってます、はい、ですのでこれから、うん、最後のご案内というところに、うん、はい、させていただきたいんですが、はい、その間にちょっと聞き忘れてたよ、あ、いや、もっとあのちょっと言いたいことがあったんだっていう方は、うんうん、どうぞこちらのチャットの方に遠慮なく入れてください。お待ちしてます。はい、ではまず、いつものことなんですが最後に、はい、次回のライブ配信というのは2023年の8月の2日、うん、予定通り、うん、第1水曜日の開催で、なっております。で忘れそうな方は、チャンネル登録を、こちらあの YouTube のですね、チャンネル登録をしていただいて、通知なんていう風にこう案内した時にやっていただきますと、こうポーンと上がってきていただけますんで、ぜひぜひチャンネル登録の方も、ご検討ください、はい、で、今日こちらの動画ですね、うん、下にこういうあのマークがあるんですよ。いいねっていうマークがあるんですが、これは特にあの何か起こるわけではないですが、押していただくことによってこう私たちが単純に喜ぶということで、うんうんうん、元気が出ます。はい、なので私たちに元気を与えようというふうに思っていただける方は、こちらのいいねのですねボタンを押していただければと思います。ということで、はい、ですね、うん、コメントの方も、ね、こちらで終わっておりますので、うんうん、今日は、はい、ここで、終了とさせていただきます、うん、次回8月も、はい、皆様とお会いできますことを楽しみにしております、うん、8月の2日そうですね、うん、で今月ジュニア先生が冒頭に、うん、言っておりました土曜もあるよ、はい、とか、うん、あと2024年の予兆が、うん、感じられるかもしれないよ、うん、というような話もありましたが、うん、何よりも、うん、ゆっくりと休んで、はい、穏やかに過ごしましょう、はい、休むことで次のまたステップが踏めるということで、うん、ぜひそれもポイントにしていただければと思います、はい、今日はありがとう、あーとー、はい、1本いただきました、はい、梅さん、はい、こんばんは、 こんばんは。6月基地方位旅行、うん、東の千葉県銚子市の犬吠埼へ行きました。ホテルでアロママッサージをしてとても気持ちよかったです。と最高でございます、はい、うん、ところで質問ですが、うん、東方位は年をまたいで3回取ると相殺されるとなんとなく認識していましたが、はいはいはい、正しかったですか。年をまたいで3回通ると相殺されるとなんとなく認識してました、うん、ということです。年を変えて3回、年を変えて3回行くと豪殺暗検殺などの強作用の影響を、なくす特効があるっていうのが日差しです。要するにその豪殺暗検殺にの、うん、まあ、ところに行ってしまったというものを、うん、じゃあ基地方旅行で、うん、こう総裁をしようとしたら、はい、またいでという年を変えて3回東の方に行くと、うん、はい、それが総裁される、はい、あのね、うん、総裁だとね、うん、バランスとしては真ん中じゃないですか。なしだからリセットなんですよ。なるほどね、総裁というよりはリセットになる、うん、それぐらいね、この東3回分の木刻土、土器の悪影響を濃くするっていう、うん、
そういうのってあんまないんですけど、それぐらい東はすごいよっていうのを西企画ではご提案してます。なるほど。じゃあ、梅さん、3回、またぐんじゃなくて年を変えて、今年行けたらもうそれで、今年中に何回行こうが、これは今年で1回、はい、だ来年以降で2回目、3回目すると、来年以降で2回目、3回目っていうと、2023年が1回、2024年が1回、それとも2024年に2回行けば2回カウントなんですか。あくまで1回です。1回ですね。じゃあ2025年にまた行くと、これでリセットになるということですね。そういう感じで、自分にとっての基地方位の時にそこ行く、それが年を変えて合計で10年かかろうが20年かかろうが年を変えて3回ということですね。はい、もう一つ来てます。はいはい、ということで梅梅さん、うん、梅梅さん、今のような内容になりますので、うん、ぜひちょっとこう受け止めておいていただければと思います。はい、ロミ0129さん、はい、有機小読み、うん、P8990、はい、お、来た、8990、はい、9期の作用ですね。8990に書かれている、うん、今年買うと良いお財布を本日購入しました、うん、ほうほう、これ、これね、白く木の一番下ですね、はいはい、買い物っていうところです。本当は、うん、基地方位旅行先で購入したかったのですが、うん、それは叶わず本日となりました、うん、自宅から見て東、うん、基地方位に、うん、20日間置くと、うん、土曜に突入するのですが、うん、土曜明け、うん、8月の吉日に使い始めるとなると、うんうん、お盆中がおすすめでしょうか。放送終了間際に失礼しますということです。まずね、土曜前に立てた計画の実行が土曜中になるのは OK、 これは全ての人に伝えたいですね。より具体的に言うと、7月の19日までに立てた予定、これが7月の20日、21、22になったとしても土曜の不安定の影響を受けないから、そうすると土曜中にお財布を下ろすのどうなのっていう心配はなくなるわけです、はい、で、土曜中で仮にあったとしても、8月の2日ここら辺とかは満月の間日であるとか、じゃあ7月の26日一粒万倍日もあったりとか、こういうタイミングでお財布を下ろすの全然ありです。とはいえ、とはいえ、8月以降も吉日は多いので、そういうタイミングまで寝かせておいていただくのもいいと思います。僕なんてこれとこれ1ヶ月半寝かしましたからね。ちなみにこちらはネット通販だし、こちらはこれを売ってるお店が良くて買ったので、方位のことは一切気にしてないです。ちなみに南東京方位だったんですが、そもそもその方位が気にならないんで、これは基地方位では売ってなかったので、これを買いに行きました。で、どちらも自宅に置いて、で、吉日に使い始めるっていう感じでした。ということで、じゃあこの自宅から見て東に20日間置くと土曜に突入、うん、まあ20日間置くとっていう部分は、うんうん、気にしなくていいと思います。ご自宅でもいいってことですね。いいです、うん、で、今から東に置いても7月の時点で七赤金星、ロミさん七赤金星にとって東は基地方位にならないんですよ、うん、7月中、うんうん、白くだった。あ、そう、ね、お財布はだから星は多分7でいいと思います、うん、白く木期の年っていう、そう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 、で、そう考えると今から東に、お財布を置いても基地方位に20日間置いたことにならないです。持って帰ってくるときにその時点でそこが基地方位である必要があるので、で、あるならば、もしもそれをやるんだったら今月を除くと基地方位だ先までないので、別にもう気にせずにお気に入りのお財布が購入することができたならそれを吉日に下ろすでいいと思います。なんなら今日下ろすでもいいぐらいです。そうですね、今日はね、今日最高、今日最高の日です、僕と同じです、そうすると、はい、
ぜひあの速攻で使っていただくっていうのもいいです、ね、本当そう。特にそれが今のお財布にもうすでに開き始めちゃってるとか、今のお財布がもう穴が開いちゃってるなんていう、あの急を要することであるならばもう今日おろしちゃうんだと思います。私も小銭入れが壊れましたよ。え、あれが、うん、小銭入れがね、昨日まで使ってた。あ、昨日のはその後に、一回クッションがあるんですけど、苦肉の策で巾着袋小さいに入れてたら、巾着袋に入れることにより、何の小銭が入ってるのか分からず、小銭ばっかり増えてったので、最終的にこうちょっと小銭が買った。それまではあれでしたよね、チャックのやつ。そうで、それが今革のパッとこう、うん、いや変わった、はいはい、ですけどね、まあ、あの私なんかは必然性に駆られていたので、それがないと小銭が使いづらくたまらなかったので、すぐ使っちゃいましたけど、今日いい日ですよね。今日いい日ですよね、うん、で今日買ったんですよね、だから今日買って今日使えるっていいじゃないですか。全然ありですよ、こういうのことあんま気にする必要ないですよ、ということでロミ01293、こういうのことは気にされず、まあ、何だったら今日使い始める、ということがいいのかなということでございます、ぜひご検討ください、続きまして梅さん、年変えて3回そうありがとうございました、今回で3回目でしたということです。じゃあもうそれでリセットです。はい、ということです。続きましてロミ01293、土曜前の計画の土曜中の実行、そうでした。これは、これ何度も失念してしまうんですよね、ご回答ありがとうございました、ということです。石川さゆりさん、蝶ネクタイ素敵、ありがとうございます。蝶ネクタイ素敵、割と蝶ネクタイ素敵いいでしょ、はい、これあの大切なことなんで下がりましたけど、ありがとうございます、はい、あのそこまであのこれ黒とかだと、結構コミカルになってしまうと思ったんですが、あの割とそんな目立たずに、これシルバーなんですけど、馴染んでくれてよかったです。褒められてますよ、ありがとうございます、はい、続きまして、ロミ01293は、そしたら今日おろします、ありがとうございます。最高最高、今、あの今日お気に入りと思って手に入れたこれって、今一番ホットじゃありません。これをすぐには本当は使いたいけれども、なんかのこのこういろいろタイミングで、例えば1ヶ月半とかっていうのはあるけど、今日が良かったら、そのまま使っていただきたいと。ねえ、もうそれ、今一番ホットな時に使えると愛着も増すので、まあ、あえて言うならば方位の話じゃなくて、必ずそれは誰かの手にあったはずのものなので、それをお清めしてから使えるといいし、お財布のお清めの場合は洗浄をするよりは、あの消化、煙とか良い香りのお清めをしてから使えれば今日は最高だと思います。はい、ということです、ぜひ検討してみてください、でまた大切なことなんで言いますけども、蝶ネクタイ素敵というこのコメントありがとうございます、はい、最初のうちにも入ってましたけど、皆さんに褒められる、褒めて伸びる子ということで、皆さんありがとうございます。おだてでも褒められると嬉しいですはい、ということでコメントの方も、こちらで終わっております。で最後のご案内も先ほどさせていただきました、2023年8月の2日、第1水曜日が次回となります、ぜひ次回も皆様とお会いできることを楽しみにしております、今日はここまでとさせていただきます、ありがとうございました。どうもすいません、失礼いたします。皆様素敵な超休息を。